全米選手権、これが3年連続3回目の出場です。過去は3位と2位でした。目指すは1位です。非常に音楽に合わせていいタイミングで入ってます。最後にステーショナリーリフトで終わりました。これは振り付けの方に影響するんです。トランジッションじゃなくてリフトは、はい、振り付けでジャッジは影響させると思います、はい、コンパルソリーダンス第1位メリル・デイビス、チャーリー・ホワイト、22歳と21歳のカップルでした。本当はシーズンごとにスケーティングスキルとか技術がどんどんこの組上がってるんですね、リフトだけ上手じゃなくてまずシンクロナイドツイズル、これは特技でとっても速い回転と遠くに移動するっていう素晴らしく、はい、ISU のお手本にもあるんですよね。ジオイのプラス3を出すのはこういうツイズルですよっていうサンプルの技術があるんですよ。なるほど、ね、それは彼らは持ってます、ここでやはり非常にジオイプラス2とか3をやはりジャッジから評価されてるんでいいと思います。非常にインタープリテーションなんかも良くなりましたね。7点台、去年はまだ6点台から7点くらいだったんですよね。今年はもう一気に7点から8点のところに入ってきてます、このカップルは2006年の世界これは、はい、今回は1位を目指しているカップルです。2006年には全米ジュニアのチャンピオンになっています。得点が出ました。テクニカルエレメンツは 32.16、 そしてプログラムコンポーネンツ 29.77 です。インタープリテーションが一番高いですね。 7.96、 8点出してるジャッジが多いですね。